2014年11月21日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第7540話、成人のお祝い。知人のおばあちゃんは、京都で地屋さん、芸者さんがいるとこ、お今でもやってる。そこの芸者さんたちがある日、帰ってきてこんな話をした。お座敷に呼ばれていくと、初老の品のいい夫婦だった。珍しいなと思っていると、夫婦の間に座布団があって、スーツを着た80センチぐらいの男子の人形が座っている。ちょっと引いてしまう芸者さんたち。しかし、そこはプロ。にこやかに挨拶をした。紳士然としたおじいさんが、今日はこの子の成人のお祝いなんです。どうか賑やかにやってください。と言った。この子というのはもちろんその人形である。皆さん、奇妙に思うでしょうが、この子は息子なんです。今年で20歳になるので、酒を教えてお祝いをしてやろうと思いましてね。どうか、人間と同じように扱ってやってください。芸者さんたちはちょっとおつむの加減を疑ったけど、どう見ても医者か会社社長のような紳士だし、ご祝儀も弾んでくれたので、本当に人間のように話しかけ、答えるのはご夫婦だけど、お酌をした宴も終わりの頃、ご夫婦がトイレに立った。二人がいなくなると芸者さんたちはいきなり砕けて、人形相手のお座敷なんてアホくさ。なんや、高級なスーツ着せてから、気色悪。20歳って、20年もこの人形可愛がってるから偉いボロボロやわー。などと言い合った。そして、ご夫婦が戻ってきた。おばあさんがふと人形を見て芸者さんたちを見回した。皆さん、私たちがいない間にうちの息子をいじめましたね。この子が今私にそう言いましたよ。ネットで見つけた怖い話。第7541話、すれ違い。去年の夏です。雨の夜でした。残業が長引いて、私は、人通りもない帰り道を急いでいました。近道の路地に入ると、念を置いた風の男女二人連れが、ゆっくりとこちら側へ向かってきました。おじいさんが銀色の自転車を押し、その後ろからおばあさんがおじいさんに傘を差し掛けて、自分は少し濡れながら歩いています。譲り合ってようやく傘同士がすれ違えるような狭い路地なので、私は、立ち止まって道を譲りました。するとおじいさんが、バツバツ病院はどこかいな、と私に尋ねてきました。その町に長い私でしたが、心当たりの病院がありません。困って後ろのおばあさんを見ると、片手を拝むように目の前にした後、私が歩いてきた方を指差し、もう一度拝むように頭を下げました。ああ、このおじいさんはきっと少しボケているんだな。そういえば、着ているものもパジャマみたいだし、そう思って私は、おばあさんの指差すまま、あっちです、とおじいさんに告げました。大きにな。あっちやな。ほんまに、おかんは何さらしとんのや。おかんおらへんかったら、わし道全然わからへんがな、ほんま大きに、ぶつぶつ言いながらおじいさんは歩き出し、おばあさんはまた私にお辞儀をしながら後に続きました。きっとボケてしまって、奥さんがついてきていることにも気がつかないのだ。なんとなくかわいそうに思えて、何気なく振り返ってみると、そこにはおばあさんしかいませんでした。おじいさんも、自転車も、どう目を凝らしても見えないのです。その路地は大きな工場の裏手で、どこにも隠れるところはありません。雨の夜とはいえ、シルバーの自転車とネルっぽいパジャマだけを着たおじいさんを、見失うわけもありません。おばあさんは傘を何もない空間に差し掛けて、自分は肩を濡らしたままゆっくりと歩いていきます。その姿が路地の角を曲がって見えなくなるまで、私は、怖くて動けませんでした。後から思い出すとおかしな話です。消えたのがおばあさんだったら、まだ普通の幽霊話で済んだのに。ありがちの体験談からちょっとはみ出している気がするので、こちらのスレに書き込みしました。
ネットで見つけた怖い話。第7542話、のぶとい声。うちの実家に何かいるっぽいんだよ。10年ぐらい前に建てた家で、両親と妹が住んでて、私は、4年前に家出てるんだが、なんか声がすることがあるんだよね。私だけだし空耳かなと思ってたんだけど、この前帰った時にその話したら、母と妹もその声聞いたことあるって言い出した。妹は、家に帰ってきて、ただいま、って言ったら、お帰り、って帰ってきたんだと、でも家には誰もいなかったんだと。それが月数回。母は、2階の部屋で洗濯物畳んでたら、1階から、すみません、って呼ばれたんだと。お客さんかと玄関に行ってみるも誰もいない。外に出てみても誰もいないってことが2回。あと、夕飯作ってたら真後ろで、もしもし、って、振り向いても誰もいない。これは何回かあるらしい。共通してるのは、自分以外誰もいない家で聞いたってことと、のぶといおっさんの声だったってこと、私も聞いた。休みの日に昼過ぎまで寝てて、そろそろ起きるかって思ってたら名前呼ばれた。父が昼飯でも作ってくれたのかと思ったけど、誰もいなかった。誰もいないのをいいことに妹の部屋勝手に漁ってたら名前呼ばれた。びくっとした。けど別に怖いとかなかった。受験生で夜中まで自室で勉強して、ルフリして漫画読んで、たら、また名前呼ばれた。部屋から出てみるも真っ暗で、両親の部屋も妹の部屋も覗いてみたけど寝てた。さすがに怖くなって寝た。一人でパスタ茹でてたら名前呼ばれた。今回は悪いことしてませんよ。と誰もいない空間に言い訳してみた。そんな感じで、のぶとい声のおっさんがうちの実家にいるっぽいんだ。父は聞いたことないらしいけど。害があるわけでもないし、母と妹なんかは先祖の守護霊的なものじゃないかと言ってる。私は、そうは思えんのですよ。なんかうなるみたいな。怒鳴るのを抑えてるみたいな声なんだもんよ。よくあるような話ですまんね。ただ、私だけ名前割れてるのが気になるというか、いい気しない。これを払いとかした方がいいのかね？ネットで見つけた怖い話。第7543話、スイカの季節。ホラーの実態は人間のドジが原因というのが結構あるかも、と思わせる体験談。終戦直後の俺のじいちゃんの体験談。ばあちゃんから聞いた。終戦直後のある夏の夜の出来事、仕事で遅くなったじいちゃんは帰宅途中の踏切に差し掛かる。当時は大都市といっても終戦直後のため、夜になれば街灯もなく、街は真っ暗だったらしい。しかも、じいさんは禁止だったので、周囲の状況を確認しづらかった。踏切を越えたあたりで、足元にゴツンと球形のものが当たる。終戦直後の食糧難の時代、当時の日本人は家庭菜園をやって少しでも食糧事情を改善するのが当たり前だった。夏だったのでスイカの季節、じいちゃんはスイカにつまずいたと気づいた。このスイカを家に持ち帰れば子供たちも喜ぶな。と思い、足元のスイカを拾い上げようとした。でも、踏切に捨ててあるようなスイカだし、汚いわな。おめが、と思いとどまる。拾うか、そのまま放っておこうか。ぐだぐだ悩みながら、スイカをちょんちょんと蹴って歩く。悩んでるうちにスイカを蹴ったまま100メートル程度。当時は9単位1待ち。歩き、食欲も失せたので放置して帰宅した。翌日、出勤しようと昨晩の踏切あたりを通ると、たくさんの人が集まってる。じいちゃん、何かあったんですか？の。近所の人。昨日の夜、踏切で人身事故があったみたいなんだけど。じいちゃん、ほう。終戦直後は混乱の時代で、犯罪やら事故やら珍しくなかった、近所の人。でもねえ、踏切には首のない遺体だけで、首が近くになかったのよ。首だけ100メートル。1マチ。以上離れたところに転がってたって。じいちゃん、
近所の人、首だけが移動するってありえないし、事故に見せかけた人殺しかね。何にしても気持ち悪いわ。じいちゃん、近所の人、どうしたの？じいちゃん、何でもありません。じゃあ、昨日の夜蹴ってたのはスイカなんかじゃなかった。生首だった。足元の物体も判別できないのかよ、じいちゃん。気分が悪くなったじいちゃんは自宅に戻り、1から2日寝込んだ。戦争や空襲を体験してた当時の日本人としては軟弱な人だった。まあ、それには理由があったけど。この、生首だけが移動した事件、現場検証の結果で事故扱いにはなったものの、近所では噂のホラー事件になったとか。誰にも話せなくなったじいちゃんだが、妻、ばあちゃん、にだけ事実を伝えた。数日後、職場復帰したじいちゃんだが、教師だったじいちゃんの職場は学校、子供たちは、生首だけが移動したホラー事件、で騒いでた。じいちゃん、お前らバカなことで騒いでないで、さっさと教科書を開け。おめが、と、威厳を保つのに精一杯だった、わら。ネットで見つけた怖い話。第7544話、透明なおじさん。自分が幼児の頃、透明なおじさんが友達だったよ。透明なんだけど中肉中背。服装はよく思い出せない、何か白っぽい服？それから、なぜかたまに包帯をしていた。なんでしてるの？怪我したの？と聞いても、おじさん、透明だから時々包帯するんだよ。と言われ、そうなんだ、ふーん、と思った記憶がある。女の子が誘拐されたりなんだのニュースがテレビで放送された時、親に知らない人についていくなと言われ、透明なおじさんは知らない人になるんだろうか？と悩んだことも、透明なおじさんに聞いたら、〇〇ちゃんはおじさんがついてるから危険な目には合わないよ、絶対に。ちなみに親や他の大人には、おじさんのことは秘密だよ、と言われ口止めされていた。いろいろ遊んでもらって、お話もした。だけど小学生になった頃に、急におじさんの気配がわからなくなった。多分近くにいるのに、姿が見えない、声も聞こえない。なんとなく寂しかった。そして、〇〇おじさん、と呼んでいたはずなのに、呼び名がどうしても思い出せない。あのおじさんは何だったのだろう。今もそばにいるんだろうか？会社をずる休みしたり、ろくでもないことに弦を抜かしているとかならず、しっかりかけてあるはずの上着やカバンが落っこちたり、鍋がピシッとなる。せっかく見守ってくれてるのに、未熟者で申し訳ないやら何やら。でもお風呂は見守らなくていいからね、おじさん。ネットで見つけた怖い話。第7545話、落ちるおじさん。先日、大学の同期の友人と久々に食事した時の話。友人は大阪に出て技術職、私は地元で病院に就職しましたが、勤めている病院は古く、度重なる増改築で構造はぐちゃぐちゃ。たまに立ち入る旧館の片端、霊館の自分でもちょっと薄気味悪い感じすらします。そして定番の、誰もいない部屋からナースコール、外に誰もいないドアをノックされる、勝手に開く自動ドアなど、妙なことも数回経験しました。食事の途中で、病院って本当にそんなことあるんだねー、と何気なく話題に出したんです。そしたらその友人も、自分の会社にもそういうことがある、と聞かせてくれたのが以下の話です。あのね、窓の外おじさんが落ちるの。私は、え？と聞き返しました。会社が入ってるフロアがビルの14階なんだけど、その窓から真っ逆さまに落ちていくおじさんが見えるんだよ。しかも定期的に。私就職して半年ぐらいだけど、その間に3回あったかな。ええー、それって、自殺した人が死んでると気づかずに何回も飛び降りてるとか、そういう、とも。
何年か前に、窓拭きのおじさんが事故で落ちて亡くなったらしいの。落ちるときいつも同じ青い作業服姿で、落ちる窓も同じだし。私は、直接見えない側のフロアだからいいけど、隣の会社の人がちょくちょく見ちゃうらしくて、新人さんとかはかなりびっくりするみたい。落ちるのが見えたら、一応奥だとか確認して管理会社に連絡するんだけど、まあ何もないよね。本当に誰か落ちてたらそれはそれでやだし。絶対嫌だ。私そんな会社なら間違いなく辞める。うん、結構辞める人多いみたい。仕事もハードだから、40代とか50代の人がいきなり亡くなったりするしね。心臓とか癌とかで。それって本当に病気のせいだけなのか？と聞きたかったんですが、やめておきました。友人は、勝手に薬自動ドアとか、そっちの方が怖いし、と言っていましたが、個人的には絶対に、落ちるおじさん、の方が怖いと思います。ネットで見つけた怖い話。第7546話、おばあちゃんがいない。以前、老人ホームで働いてた時の体験です。消灯時間前、みんなを寝室なんかに案内するような時の話。一人のおばあちゃん。認知症、車椅子、基本的な生活動作は可、歩行は不可。が食堂にいましたが、職員が順番に各利用者を寝室に案内している最中、ふとおばあちゃんがいないことに気づきました。職員3人でフロア内を探しましたが見つからず、ありえないと思いつつも別の階の職員に聞いて探してもらったら、なんと一つ下のフロアのトイレにいたそうです。ありえないのは、階を移動するためにはパスワードロックのかかった扉を開けないといけないこと。開けられても、階段おばあちゃんが降りることはできないこと。エレベーターもあるが、操作するには同じくパスワードロックがかかっており、加えて鍵付きの蓋までしてあること。下の階でも同じように消灯前で職員が歩き回っていたので、気づかないのはおかしいこと。下の階は自立度の高い人、両歯ボケてない人、が多いから、気づく人もいたはずなこと。などなど、結局は、職員がエレベーターを開け放しにしたためにおばあちゃんがその隙に下に行ってしまった。ということで職員に注意が促されましたが、上記のことからまず不可能なので、上司も含めてほとんどが納得してはいませんでした。真相は不明ですが、下手に幽霊とか見るよりよっぽど怖かったです。ついにテレポーター出現かごくり。ボケた上に歩けないふりまでして、その老婆は一体何を探っていたのか。ネットで見つけた怖い話。第7547話、花歌。高校時代、毎年夏になると、敷地内にあるセミナーハウスで合宿していた。ちなみに剣道部、古い高校で、当時で創立120周年。幽霊話にはこと書かず、怖がる子はかなりいた。2年の合宿の時、夜中に後輩の子に、トイレに行きたいからついてきてほしい。と頼まれ了承。トイレは部屋を出て外階段を降りたところにある。セミナーハウスを利用するときしか使われないような、錆びれた小さいトイレ。個室は3つあって、全部和式。中に人がいなくてもドアが閉まるタイプ。かなりムードはあったけど、当然何事も起きず無事に用を足した。洗面台の前に並んで手を洗っていたんだけど、後輩の子がなんだか怖いと言い出した。じゃあ歌でも歌おう。と、ハールノーラーラーノー。と思いついた歌を歌い出した。ものの、実は歌詞をよく知らなかった。スーミーダーガーワー。まで歌ったところで止まったんだけど、その時、背後の個室からすごくか細い女の声で、ノーボリークダーリーノーフーナービートやー。と、消えるような歌声が、二人でやーと叫んだ。後輩は逃げ出したけど、私は、仲間の誰かだと思ったんで、こんな夜中に人を怖がらせるなんて悪質だろ。と思い、ごらあ、とドアを蹴り開けたのだけど、誰もいない。あとの二つは、私と後輩が入っていたのでもちろん誰もいないはず。一応調べたけど、
どこにも誰もいなかった。そこでようやく怖くなり、私も走って部屋に戻った。それ以来、怖くて歌を歌うときは、童謡とか古い雰囲気のある歌ではなくて、チャーラーヘッチャラースパーキン、を歌うようになりました。ネットで見つけた怖い話。第7548話、死体に遭遇する。本当に怖いってこと。俺の昔からの友人がよく死体に遭遇すること。中学時代、一緒に海に遊びに行ったら水死体を見つけた。その時すでに5回も人の死体を見たことがあったそうだ。まあ、中学生男子は誇張してなんぼの世界だから、すげえなんて言いながら半信半疑だった。でも、それから、俺が知ってるだけで奴は7、8回は不慮の死に遭遇してる。普通、人の死に立ち会うなんてそうそうないだろ？奴は死神の生まれ変わりなんじゃないかと思えるほどだ。そうと思える事件に奴と二人で遭遇したことがある。塾の帰り、奴と二人で三鷹駅の2番線ホームで電車待ちしてたとき。忘れもしない1997年5月の水曜、前に中肉中背のサラリーマンが立っていた。確か、雑誌でも読んでたんだと思う。電車が入線するアナウンスが流れても、サラリーマンに異変はなかった。でも、電車がホームに入ると思われたその時、突然サラリーマンが後ろを勢いよく振り向き、友人を凝視したかと思うと、まるでそのままの体勢で誰かに押されたかのように横に硬直した姿勢で倒れた。その先はよく覚えてないが、ガーンという音とブレーキ音、それだけだった。なぜサラリーマンは背後に目をやったのか、どうしてあんな不思議な体勢で飛び込んだのか。不思議だが、友人が関係してるのではないかと思わざる得なかった。奴とは今でも交流はある。結婚して子供も生まれて、幸せに生活してるらしい。しかし、未だに年に1、2回のペースで死体に遭遇してるらしい。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？神屋敷フルイドの何か金縛り動画。死の瞬間。キューブラーロスという有名な死の研究者は知ってますか？死の瞬間。などの執筆で知られる彼女は、死後のハヤリンネ転生に肯定的でした。彼女の著書や講演に勇気づけられ、自らの死を克服した人は数多くいます。しかし、今や亡き者となってしまった彼女が、死の数ヶ月前にたどり着いた結論は、世にあまり知られていません。それがあまりに恐ろしいものであったため、親族が口をつぐんでしまったからです。彼女がたどり着いた結論とは、死後の生はなく、死後の無もない、というものでした。つまり、人間は、死ぬ瞬間の光景、感情、痛みを感じながら、そこで時間が停止する、状態になるのだそうです。時間が停止するので、意識を失うことはありません。無にはなれません。大抵の人が死の瞬間は苦しみます。死ぬ瞬間のその苦しみを永久に感じ続けるのです。生前自分の死を受け入れていた彼女も、この結論にたどり着いて以来、気が狂ったように叫び、その瞬間が来るのを恐れ続けたと言います。母に、ついてた霊、うちの母親から聞いた話を書きます。母は嘘をつく性格じゃないので多分実話かと。母が若い頃、神社で霊に突然取り憑かれたそうです。その霊は母親の、体を使って喋り、母親も意識はそのままでその話を聞けたし、喋らせた後に自分で喋ることもできたそうです。要は身体を二つの人間が共有してる状態でしょうか。助けになれることがあれば、と母は霊に身の上話をさせました。その霊は女性で彼氏に振られて海に飛び込んで自殺したそうです。それが悔しくてたまらまないと霊が言うので、同情した母は、なら私が供養してあげる、と、わざわざ千葉県から神奈川まで、供養するために出かけたそうです。自殺した場所が神奈川だった。
自殺した場所で線香やお経をあげて供養したところ、霊は、喜んだ様子で、神様っているんですね、と言ったそうです。母親は神様って意味がわからなかったそうですが、俺にも、わかりません。ちょっと変な性格らしく、他にもお寺の人に、母親を指して、この人はあっちに行ったりこっちに行ったり、心がフラフラしてるんですよ、と言ったりしていたそうです。続きます。供養はしたけどまだその霊は母についたままでした。ある日、踏切で待っていたところ、電車が近づいてきた。地になって勝手に足が進んでいったそうです。慌てて踏みとどまって母が、あんた、私を殺そうとしてるでしょ?と聞いたら、コクッとうなずいたそうです。ここまでしてあげたのになんて人なんだろう、と、恐怖とともに。その身勝手で白状な性格に呆れた母親は、お祓いに行き、追い出してもらったそうです。そうそう、払った時は口から風のようなものが、出ていったそうです。終わり。母ちゃん強いな、わらちょっと長くなるんですけど、10日 OK ですかね?カモン。神屋敷。では10日します。長いです。自分はいわゆる理系で、しかもオカルトとは、正反対の科学を研究しているのですが、昔から占いとかオカルトとか、そういったものが好きでした。でも、自分には霊感はないんだと思います。だから今年の夏休みまでそういった体験とは一切無縁に生きてきました。今思えば幸せでした。その方が、大学のゼミに A さんという同級生がいます。東北から来ている人で、物静かで上品な感じの人でした。私は、A さんと親しくなりました。親しくなってわかったのですが、A さんは霊感の強い人でした。アパートに遊びに行った時も、きっちりと片付けられた。部屋の隅に大きなお札がドドーンと飾られていました。モノトーンで綺麗に統一された部屋の中で、それはかなり異様な光景でした。そして不思議なことなのですが、よくわからないものを、使ってする占いがとてもよく当たる人でした。しょっちゅういろいろなものも見てたみたいで、せがむといろいろと話をしてくれました。若干気候がある人だったんですけど、姿が見えないと思ったら外で木に抱きついてたり、雲に話しかけてたり、学科が学科なのでオタク系電波系も多かったし、A さんは優秀な人だったので、みんな、ちょっと変わってるよね、と、いう程度の認識で、特に避けたりすることもなく普通に付き合ってました。前振りが長くてすみません。次から本題です。去年の夏休み、私を含めて4人で A さんの母方の実家に遊びに行くことになりました。そこはいわゆる山村で、最寄り駅からも車で山道を30分以上行かないと着かないような山奥でした。庭先に平気で熊が出るような土地だそうです。今は A さんの祖父母が二人で暮らしてるのですが、近くに湯治場もあるし、A さんも、おいで、と言ってくれたので、みんなで遊びに行くことにしました。以下、B、C とします。その家は裏がすぐ山になっていて、そこには A さんの話に出てくる祠や狼木がありました。頂上に登るまであまり時間がかからない低い山でしたが、最初に登った時夏なのにひどく空気が冷たく感じました。A さんは祠や狼木を見せてくれて、この山を守ってくれてるんだよ、と言ってました。なんだかヒグマルシの世界だな、と B と C がはしゃいでたのを覚えてます。その後下山したのですが、息には気づかなかった細い脇道が途中にありました。何?と聞くと、A さんは、あの先に行ったことはないけど、大行ってはいけないって言われてると言いました。行ってはいけない、と言われると行きたくなるもんです。特に B と C は A さんのオカルト話を話半分に聞いている性質の人間だったので、仲は良かったけど、オカルトは信じない派、肝試ししよう、と言い出しました。ダメだといつになく強い口調で A さんは止めたので、
その場では皆帰ったのですが、翌日、下の村まで私と A さんが、買い出しに行っている間に、事件は起こってしまったみたいです。家に戻ると、B と C が、別に面白くもなんともなかった、と話してたので、何の話だ、と聞くと、昨日の道の先に行ったと、言いました。道の先には、大きな廃屋が一軒あっただけだったそうです。その話を聞くと、A さんがすごい様相で二人を殴りつけて、なんてことをしたんだ、と切れまくり。普段声を荒げることがほとんどない人なので、私たち三人はポカーン状態。A さんが祖父母にその話をしに行くと、ものすごい勢いで今度はおじいさんが来て、神屋敷に行ったのか？と。神屋敷。というのがその廃屋の名前みたいで、B と C は、すみません。と平謝りしてました。するとおじいさんは、もうダメかもしれない。と言い、A に、そんでも一応やってやれ。ってなことを言いました。その家は結構大きな家だったんですけど、私たちはまとめて奥の方にある座敷に通されました。そこには立派な神棚のようなものがあったんですけど、ちょっと普通の神棚とは違ってて、棚の上には榊の枝なんかに、囲まれるようにして、本当に小さなお稲荷さんみたいなものがありました。そこに A さんが来たのですが、なんだか異様な格好で出てきました。普通の T シャツにジーンズの上から白い着物みたいなのを羽織ってて、手には脇差みたいなのを持ってました。その段階ですでにビビってたのですが、A さんは神棚の前に B と C を座らせて、二人に向かい合うようにして立ってから、なんだかよくわからない祈祷みたいなのを始めました。途中、おじいさんが塩をかけたり、おばあさんが泣いてたりで、なんだかその空気が怖くてすっかり私は、ビビってました。そしてそのうち A さんの声が大きくなってきて、最後に何か犠牲を上げて脇差を抜くと、畳にブス、としました。もう何か三人とも半泣きでしたが、そこでそれは終わりみたいで、A さんはすっかり元の A さんに戻りました。でも何か空気がさすがに重くなってしまって、次の日私たちは A さんの祖父母にお礼を言って急遽東京に戻りました。そこから、本当の恐怖というかなんというか。まず私は、それまで霊感ゼロだったというのに、よく金縛りに遭うようになりました。それも、金縛りに遭ってる間、四つ足の犬のようなものが、身体の上に乗っかってる感じがするのです。なんだかひどく獣臭い匂いもするので、多分人間の幽霊じゃないと思います。A さんにそれを相談すると、しばらくしてどこからか、A さんの部屋に置いてあるお札に似たものを持ってきてくれて、これを必ず鬼門に置いておいて、決着がつくまで粗末にしてはいけない、と言われました。夏休みの一件に絡んでるのかな、と思い、おとなしく従うとその夜から金縛りも獣も出なくなりました。B と C にも A さんは同じものを渡そうとしたらしいのですが、二人は夏の一件から A さんを怖がるようになった、というか、本当にヤバい人なんじゃないかと思ったらしくて避けてるみたいでした。A さんが困って私にそれを渡すように言ってきたので私が渡すと、あの人怖すぎる、ヤバい、と言って聞く耳持たず。結局二人には渡せなくて、A さんにその旨を伝えると、そう、とだけ言ってそれ以後何も言いませんでした。その後、B と C の身内が次々と亡くなりました。B はご両親が事故し、妹さんが謎の中毒死。C も入院していた母親が急に亡くなり、父親が投身自殺、兄が水死。それどころか、親戚の人がここ1年半くらいの間にバタバタ倒れたりと不幸続きみたいです。B はすっかりの色褪せみたいになって中退してしまい、C はある日突然アパートに荷物を残したまま車と一緒に失踪。C と同じバイト先だった友人は、バイトのシフトの日に無断欠勤して、次の日アパートから消えてたらしい。ご両親が、バイト先にまで来たから、
実家に帰ったってわけじゃないみたい。謎の失踪らしい。と言ってました。ちなみに未だに C がどこにいるのかわからないままです。A さんはずっと B と C の話はしませんでしたが、この間の冬休みに突然、もう一度村に来てほしい、と言われました。あんなことがあったので内心怖かったんですけど、B と C のこともあったので一緒に行きました。雪が積もってたのですが山村はすごく綺麗で、A の祖父母も最初の優しいおじいちゃんとおばあちゃんでした。ただ、A さんが私に持ってこさせた例のお札を見せると、おじいさんが一個と、ダメだったか、と悲しそうな顔をしました。そしていきさつを話し始めました。A さんの母方の家がある村は山の神様を信仰していて、A さんの母親の実家はそれを祀る役割だそうです。ただ何代か前はその役目は別の家のもので、その人たちは山の上にある霊の廃屋となった屋敷で暮らしていたのだと。ある日突然、原因は不明ですがその家から、獣付き、が出たそうです。着いたのは全部で3人で、一人は山の上の崖から、一人は淵に飛び込んで死に、残る一人は謎の中毒死。しかし死者はそれだけに止まらず、わずか2年の間にバタバタと人が死んで、その家は途絶えてしまったそうです。その後、村の中でその家族から嫁をもらったことのなかった。A さんの家がその役目を引き継いだそうです。不思議なことに、その役目を引き継いだ日に、ご先祖の夢枕に白い獣が立って、祀るべきご神体の埋まっている木の、ある場所を告げて、それを掘り出して祀るように言ったそうです。そして、あの屋敷に立ち入ってはいけないとも。A さんのご先祖様はその言葉に従ってお告げの場所から、何か、を掘り出し、家の中にお祭りした。その、何か、があるのが、あの奥の座敷の神棚にある小さなお稲荷さんなんだそうです。そこから A さんの系類には代々霊感の強い人間が生まれるようになり、山の上の廃屋は禁じられた場所になったのだと。ただ、話はそこで終わらず、全然、村の中のある家の人がこっそり屋敷に入ってしまったそうです。暮らしに困って何かないかと物色しに行ったそうなのですが、その後立ち入った村人の家からは次々と死人が出て、ついに、2年間の間にその家は途絶えてしまったそうです。その後も同じようなことが続き、その度に死者が出る。その後、その廃屋は F を込めて、神屋敷、と呼ばれ、今度こそ村の人たちは立ち入らなくなったそうです。A さんがおじいさんに、転落、水、毒が出た、と言うと、おじいさんが、そうか、と言いおばあさんがため息をついてました。最初の獣付きたちと同じ死に方をする人間が3人出ると、立ち入った者の家は途絶えてしまうと言われているそうです。ただ、家族の中に全くの赤の他人、外から来た嫁や養子がいた家は何人か助かるそうです。昔は親戚同士の結婚とかが山村では多かったので、外から来たお嫁さんや養子は珍しかったそうです。まとまりがない文章ですみません。以上が私の体験した話です。付け加えると、未だに C の行方はわからず、A さんとは今も普通に付き合ってます。天井裏、に何か、いる。小学4年生の頃だったはずだから、もう20年ぐらい前か。親戚が念願の新築建てたんだよ。それを祝うために家族全員で遊びに行った時の話。一つ上の親戚の子、いとこ、が、2階に俺専用の部屋があるんだ、と、大はしゃぎして案内してくれてね。まあ新しい部屋を嬉しそうに説明してくれたんだ、自分だけの部屋ってのが、それはもう羨ましくて、兄ちゃんすげえ、って尊敬の眼差しで見てた。で、どうやら天井裏に部屋、物置みたいな役割なんだろうな、があるらしく、いとこは、俺の秘密基地にするんだ、とか言ってたのを覚えてる。自分専用の部屋だけでなく秘密基地まであるとか、どんだけすごいんだとか、
いとこに対する好感度は上昇しまくりで、俺も一緒に大騒ぎだったのよ。いとこも得意になって、お前にも見せてやるよ。と天井裏へ案内してくれることに。廊下の天井にある入り口を専用の棒。先端を入り口のノブに引っ掛けて回し、蓋を開く。で開けて、その入り口の蓋の裏に据え付けてあるはしごを、伸ばして天井裏へと登るという構造。自分の家にはないギミックを見て大興奮する俺。さあはしごを伸ばそうかっていとこが棒をはしごにかけようとしたら、天井裏から、手がにゅっと現れて入り口をバタンと閉めてしまった。一瞬だったから何が起きたかわからなかったけど、誰かがいるってことだけは、理解できた。二人の家族は一階のリビングに全員いる。じゃあ今の誰だ？俺といとこは絶叫しながら皆のところに戻って泣きながら、天井裏に誰かいる、と主張。新築だし泥棒じゃないかと疑った家族が、まず確認してくれたが天井裏には、誰もいなかった。結局、俺らは、変にリアルな嘘をつくな、と怒られた。今もそのいとことは付き合いがあるが、あの時の腕は何だったんだろうなと話題になる。その後天井裏でもノートとか、怪奇現象はなかったの？特にその後は変わったことはなかったらしい。秘密基地にする計画は中止したそうだ。わら。だからこそ今でも、あれは何だったんだ。っていとこと首をひねってる。現在も天井裏の部屋は物置として現役稼働中。親戚の両親もともに90過ぎで大往生してるし、誰も重い病気にかかったり事故に巻き込まれたりといったこともない。俺や俺の家族も含めて、だからあれが霊だったとしても、そう悪いものじゃなかったんだろう。いや、あの時はすごい怖かったんだけどね。闇の実験、投下していい。大学で心理学を専攻してたんだ。その時のゼミの先生の話なんだけど、この話に幽霊とかその類は一切出てこない。先生からその話を聞いた日はゼミの後に飲み会を開くことになってて、ゼミが途中から、人の心理に関する他愛もない雑談みたいになってた。それで、先生何か面白い話を聞かせてくれよ。ってなって先生が話してくれた話なんだけど、先生は面白い人で心理学に関するいろんな話を緩和旧大的に話すのが好きなんだが、そのネタの大体が眉唾物の本当にあったかどうかわからないような話ばかりだった。だけど、眉唾系の話なのに妙に説得力があるっていうか、そんな話をするのが大好きな先生だった。以下、先生の話。今から何十年か前、某国でとある実験が密かに行われたんだ。実験の内容は閉鎖空間で感覚遮断を行うこと。遮断する感覚は視覚で、おまけに時間の感覚も奪ってみようっていう実験。今じゃ感覚遮断はヒーリングなんかにも使われるけどその頃は一般的じゃなかった。被験者は重犯罪者で、司法取引かな？もしくはそれに近い形で被験者になってもらったんだ。被験者は薬で眠らされて、目から覚めたら完全に光の入ることのない閉鎖空間の中。被験者は正真正銘の闇と、薬で眠らされてたから時間もわかんない。自分が今どこにいるかもわからない。というか自分の置かれている状況さえもわからない。そんな状況下での人の心理状態の変化を見てみようってわけだ。結論から言うと、彼らは皆眉間で狂っちゃったわけだけど、皆重犯罪者だからね。狂おうが、死のうがいいわけだ。人を狂わす要因として、時間の感覚の欠如がある。みんな時間というと時計を思い浮かべると思うけど、そんな正確なものじゃなくて、いいんだ。夜が昇って、沈んで、夜が来てそれで時間の流れが当たり前にわかるだろ？その感覚が全くわからなくなると、精神に異常をきたしてしまうんだ。人間なんて脆いもんさ。それと、もう一つ、それは人の持つ想像力だ。そして、この実験の本当の目的はまさに人の想像力を見極める実験だったんだよ。
皆も悪夢を見たり、夜の帰り道でお化けとか想像しちゃう時あるだろ？でも、それは大抵、今まで見聞きしてきたこと、つまり自分の経験の記憶から脳内で合成されるもので、自分の脳の中の記憶以上の想像はできないわけだ。だけど、彼らは見た。脳の中、最深部までほじり返しても出てこないような恐怖を。真の闇という極限の、状況と極限まですり減らされ、研ぎ澄まされた精神の中で。彼らはその自分の想像に狂わされたんだ。ただの脳内映像だよ。そんなものに狂わされるんだ。やっぱり人間なんて脆いもんだ。え、なんで彼らが見たものが想像の域を超えていたかわかったかって？実験の後狂った彼らに催眠で闇の中で見たものを聞き出したんだよ。あるいは絵に描かせた。そこで、聞いたもの、描かれたものは人外のものだった。というか、もちろんいろんなものが出てくるんだ。それこそお化けみたいのから奴らの被害者とか。はじめはそんな可愛いもんだけど時間が経つにつれてひどくなる。催眠で、実験の後半に入ったらもう誰にも彼らが見たものが何かなんてわからなくなってた。だから、研究者はこう結論つけたんだ。人の脳は限界を超えると、脳内の記憶以上のものを見させると。それで、最後に見たものは？って最後に聞いてみたんだって。実験も満足いくものだったし、おまけみたいな感じでね。そしたら、全員が同じ答えだった。闇。彼らはそれだけ答えた。光が差さない、闇だけの空間で彼らはそれ以上の闇に飲み込まれたんだ。最後にね。一体彼らが見た闇ってどんな闇なのかね？夜の闇じゃない本当の闇ってさ。おころび地蔵。別に怖くはないけど不思議な実体験。うちの地元に、おころび地蔵。とか、おころびさん。って呼ばれるお地蔵様があって、登下校中にそのおころび地蔵の頭叩くと必ずこけるって噂があった。当時小学生だった俺たちはその地蔵の頭をしょっちゅう買うて、その度に本当にこけてた、わら。でも不思議なことに怪我をしたことは一切なく、俺たちもそんなオカルト的な地蔵を怖がる奴もいなかった。今考えると、なんかおころび地蔵は子供に優しいイメージを見守っていたように思う。そして小学校を卒業し、中学を卒業し、高校3年の秋。その頃、受験のこともあって少しの色褪せ気味になってて、家から学校まで片道30分の道をふらふらと自転車で下校中。おころびさんのことなんて小学校以来すっかり忘れていたんだけど、ふと立ち止まった道の傍ららには懐かしいあのお地蔵様が。受験のストレスか、はたまた何も考えずに。はしゃいでいた小学生の自分を思い出してイラついたのか。おころびさんの頭をフルパワーで引っ叩いた。どうせガキの思い込みで転んでいただけだ。子供の勝手な幻想だ。とか思いながら自転車を漕ぎ出した10分を、前輪に何かすごい衝撃が、走りそのままアスファルトへ放り出された。しばらく痛みに悶絶した後、そのまま仰向けになりながら、アスファルトに寝そべってた。なんか泣けてきた。自転車は壊れるわ、制服は破れるわ。腕が折れるし受験にも失敗するし、わら。あれから何回かおころびさんを軽く叩いてみたけど何も起きない。かといってフルパワーで殴るのも怖くてできないけど。マリスミゼル。宮城県仙台市のその高校は空手が強いことで。有名で頭悪くても空手ができれば入学できる学校。余談だが近くの自殺者多数の橋も有名。空手部はボロ医療で生活する。2、3年がインターハイで全員。県外遠征に。寮は1年だけ。と、なればやりたい放題。夜になれば酒にタバコ。もともと、ガキバカたちだからそや、大宴会に。パシリの田中の部屋に集まり悪なき宴会。田中はマリス・ミゼルというフランス人形みたいな格好してるバンドが好きで。
その日もビデオを流し同時に CD を鳴らしてた。宴会は絶好調。バツン。ブレーカーが落ちた。なぜかテレビは消えず暗闇の中マリス・ミゼルが映っている。しかもビデオは初めに巻き戻されている。酔っていたこととガチバカなのが鉄だって。そんなこともあるよ。で解決する一同。ブレーカーを上げに行き再び宴会開始。ガンガン酒を開ける。バツン。またブレーカーが落ちる。またテレビはついている。さらに今度はコンポも消えずマリス・ミゼルの歌が流れてる。さすがに気味悪くなりコンセントを引っこ抜く。が、歌はやまない。パニックになりながらもブレーカーを上げる。電源をオブ F にしてみる。テレビもコンポもちゃんと消える。動作に問題はない。ブレーカーが落ちても、多少の電気は流れてる。ということになり解決。全員、完全に酔っていた。落ち着きを取り戻しみんな、眠くなってきた頃に、田中遅くね?と。田中はトイレへ。トイレは寮の隣外にある。廃店じゃね?20分くらい経つ。さっきのこともあり全員で見に行くことに。小便器が3つ、大ボックスが2つ、窓のガラスは割れたまま。そんなトイレ、奥のボックスの戸が閉まってる。呼ぶ声に応答はない、東予寺のぼり上から覗く。田中は床に座ったまま動かない、顔は青白く明らかに異常。やばい。富生剣付き数発。鍵は壊れ戸が開く。田中大丈夫か?その時だった。寮の隣の離れたトイレ、薄暗い中。田中の異常事態。トイレにはマリス・ミゼルの曲が流れ出した。その場にいた全員に聞こえ全員が聞いた。田中の部屋で流れていた同じマリス・ミゼルの歌。全員、動けずにいた。うなだれていた田中の顔がゆっくり上がり、にやりと笑った。目は白目。うおおお。歌をかき消すように一人が叫ぶ。みんな、我に帰り田中救出。顔が気味悪いのでとりあえず生検付き。田中を抱えて脱出、そのまま当直の用務室へ。キレキミで用務員のおっさんに、詰め寄る、おっさんは冷静に話を聞く。そして言う、その歌はマリス・ミゼルって人の歌?てめえ知ってたのかよ?一年前トイレで自殺した奴がいたこと。原因はいじめ。そいつはマリス・ミゼルが好きだったこと。こんな学校辞める。全員、あまりの恐怖で口々に退学を申し出た。とりあえず落ち着いて、それから2日後に寮は取り壊し、決定。学校の対応の速さに恐怖した。寮の跡地には新校舎が建ったが速攻怪奇現象に見舞われた。本当の話。終わり、鍾乳洞の落書き、VIP より、投稿者の許可を得て転載します。お書いたのどこに書けばいいかわからんかったからここに書かせてくれ。小学生の時家族で山口の鍾乳洞巡りしたんだ。四つぐらい回ったんだが、そのうちの一つは天井がかなり低くて落書きだらけだった。歩いてると母親が、わぁ、達筆、とか言って筆で書かれた落書き。を見つけた。続き、少ししてから母親の顔色が変わった。落書きを見た父親もすぐにそれに気づいた。すぐに引き返すことになった。当時小学生だった俺は、何が書いてあるのかわからなかったが、帰り道両親が無言だったのがかなり怖かったのを覚えてる。で、鍾乳洞から出たご両親に話を聞くと、かなり昔の日付とともに、人を殺した記録が書いてあったらしい。その後係員、というか受付の人に一応それを伝えてから帰った。もしかしたら係員に消されたかもしれないがまだ残ってるかもしれん。地元の人何か知ってる?こ、井戸の何か。シャレコアはここでいいのか?何年か前にあった怖い話を投下する。そん時は俺は、地方大学の学生で、同じ科の連中とグループでよく遊んでた。たまに混ざる奴もいて、男4から6人で女4人。一人暮らしの奴の部屋で集まって飲んでると、よく階段したがる女の子がいた。気
決まって嫌な顔する子もいて、ええとする。こっちの子が俺とかなり仲良かった。階段好きな方を B とするが、B も別に電波とかじゃなくて、階段も体験談はなくて、それこそこのスレで面白い話を仕込んできてんじゃないか、みたいな怖い話をする子で、本当は幽霊とか信じてなさそうだった。むしろ A の方が、見えるんだ。と言ってて、A はいつも B を避けてる感じだった。二人で遊ぶとかは絶対ないし、グループでも距離を空けたがってる雰囲気で、俺とあと一人、A の、見える、を聞いて信じてるやつ、C とする、は、本当に霊感があったら遊びで階段するなんて嫌なのかもしれない、と思ってた。ある日、B と仲のいい男の一人が、恐怖スポットの話を仕入れてきてた。車で30分くらいで行ける場所にあるそうで、B も他の連中も面白がって、その場で肝試しツアー決定。来てない他の連中も呼び出そうってことになって、俺は A に電話した。俺自身は行く気だったけど A は来ないだろうな、と思い、これからあの辺りに行くってことになったんだ。ただ、肝試しだし他にも来ない奴いると思うし、と言った。そしたら、A は遮るように。それって、何か大きな空き家のこと？その辺りで肝試しって。あ、そう、その家の裏に何かあるらしいから、よした方が良くない？てか、やめなよ。誰かの家で飲んで階段したらいいじゃん、わざわざ行かなくても。よりによって A に階段話を勧められて少し驚いたが、仲間たちはすでにノリノリで準備中。いや、みんな行く気だし。A は気が進まないなら、今回は外していいと思うけど。すると A は少し黙って、B は行くの？行くよ。一番、やる気満々だし。そうなんだ。じゃ、私も行くから、ちょっと待ってて。たまげたことに、A は本当に来て B と一緒に車に乗った。結局来れない奴もいて、総勢6人で、1台、ワゴン、に乗って出発した。B は少し気なとこがあって、A に距離置かれてるのもあんまりわかってないっぽく、車中で初めは面白そうにおしゃべりし続けてたが、すぐにあくびをし始めた。バイトとかで疲れてんのかなぁ。眠い。眠そうにつぶやく B に、A が、寝てなよ。着いたら起こしてあげる。ありがとう。ごめん、少しだけ寝る。B は運転してるやつに断ってうとうとし始め、A は黙って窓の外を見てた。で、着いた時も B は起きなくて、もはや完全に熟睡、デカ爆睡。寝かしとく？って俺らが顔を見合わせたら、A が、連れてくね。後で怒るよ、置いてったら。で B を担ぎ起こして、強引に車から出したんだよ。仕方ないから C が背負ってやったんだけど、A は B の手を掴んでて、他の車の奴らが降りてきたら、一番先頭に立って歩いてった。そこにあった古い家は、普通に不気味な空き家で、皆は結構盛り上がって、うわぁ、とか言ってた。B は起きないまま。A は B の手を掴んだまま。いよいよ本番で、家の後ろに回ったら、何かポツンと古井戸みたいなもんがあった。近寄って覗いてみると、乾いた井戸の中に、ちっちゃな和式の人形の家みたいなもんが見えた。なんだぁ？って一人が身を乗り出したのと、A が、下がって、って叫んだのが同時だった。覗いた奴がビビって身体引っ込めた、そのすぐ後に、カシャ、だか、ズシャ、だか、何か金属っぽいような小さな音がした。下がって、下がって、こっち来て、A がわめき出すまでもなく、もう何か、すごい嫌な感じがいっぱいだった。カシャカシャ、ガシャズシャって変なジャリジャリした音が、しかもどんどん増えながら来るんだよ。そのわけわからん井戸の中から、こっちに向かって。もう逃げたいのに身体が動かなくて、横見たらやっぱり仲間がへたってるし。音は近づいてきて、姿は見えないけど絶対に何かいたと思う。俺くん、もっとこっち来て。A が怒鳴りながら俺の手を掴んで、何かを掴ませた。俺が掴んだのを見た A は、
今度は少し横で下手ってるやつを必死で引っ張って、また何かを掴ませてる。てか、よく見たら、俺が掴んでるのは B の右足。さっきのやつが掴んだのは B の左手。B の右手は A が掴んでる。C は相変わらず B をおぶってる。A は B から手を離さずに、必死に他の仲間を引っ張り寄せてた。その後のことは、いろいろとよくわからなかった。ただはっきり覚えてるのは、気がついたら、目の前に何かがいたこと。白いんだかグレーなんだか透明なんだか、煙なんだか人影なんだか、何かよくわからない。何か、が俺らの前にいた。ちょうどそのあたりから、ガシャ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 、ズシャ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 、みたいな金属音が耳いっぱいに響いてきてた。いや、口角とその煙みたいなもんが金属音立ててたみたいだけど、そうじゃなかった。俺らは、煙か人影みたいなもん、の背中を見てて、それが、見えない金属音のやつ、とぶつかり合って止めてるんだって、そういう光景だった。俺くん、C くん、動ける?逃げよ。早く逃げようよ。A が叫んで、俺らは必死で身体を動かして車へ向かって、なんとか乗り込んで逃げ出した。C がハンドルを握る車の中で俺が振り返った時、もう何も見えなかったけど、金属音だけは結構長いこと耳に残ってた。その後、結局帰り着くまで熟睡こいてた B に、何も出なかったから起こさなかった。と、説明して帰らせた後、みんなで震えながら明け方まで飲んだ。数日後に A を捕まえて経緯を聞いたら、げんなりした顔でいろいろ教えてくれた。あの古井戸がマジで危ない本物だったのは予想通り。家の正面にいる分には大丈夫だけど、裏に回って井戸まで見たらダメ。だそうだった。問題は俺らを助けてくれた妙な影なんだけど、A はすごい嫌な顔で、あれは B の、なんていうか、ついてるものなの、と言った。A が B を避けてたのは、嫌いだからじゃないそうだった。ただ、B にまつわりついてるものがいて、それがすごく強くて薄気味悪いものだったんだと。で、はじめは B に取りついてる霊か、と考えたがどうしても違和感があって。ある日、B から出てくる。それ、を見て、不意に気づいたんだそうだ。それ、は、B の中、にいるんだと。B があれのいる世界に繋がってて出入り口になってるのか、それとも B 自体があれの住む場所なのか、どっちかだと思う。A もよくはわからないようで、とにかくそれは B から出てきてまた戻っていくんだと言っていた。他の霊的なものは全部 B を避けるそうで、多分あれのせいで近寄れないんだと思う。あれは私たちを守ったんじゃないし、B のことも大事だとかじゃないと思う。ただ、ドアとか家が壊れたら困るでしょ。だから、なんとかした方がいいのか、と思っても、B は本気では霊を信じていないようだったし、普通の霊じゃないから払えるとも思えなかった。だから放っておいたけど、自分は近寄りたくなかったんだ、と A は言った。ただ、それ、が B を深刻な危険から守っているのは知っていた。そして、あの日俺らが本当に危ない場所に行くと感じて、止められないなら、B の中にいる。それ、に守ってもらうしかない、と考えてついてきたのだという。あれが守るのは B だけだからね。少しでも離れたら、井戸から来てた方に疲れて人生終わってたよ。俺くんも、他の皆も、言われて背筋が寒くなったのを紛らそうとして、でも、なんだろうな ?B についてるのって、結構良くないか?結局守ってくれるんなら、そう言ったら、A は羨むような蔑むような複雑な目を向けてきた。あのね俺くん、お腹に住みついた寄生虫が孵化するまでは守ってくれるって言ったら、それって嬉しい?なんとなく、言いたいことがわかった。B に救ってるものは、とにかく自分だけの都合で B の中に居座ったり顔を出したり、するわけで、ひょっとしたら B から何かを奪ってるのかもしれないわけで、いつか自分の都合で B をぶち破って出て行ったりするかもしれないわけで、
その時には周りにも影響するかもしれないわけで、しかも B は本気で何一つ全く気づいていないわけで。放っとくしかないんだよね。そう言って A はため息をついた。井戸から出てきた方も、すごかった。神様が最悪の状態になったみたいな感じだった。波の霊能者とかじゃ負けちゃうだろうって思うくらいのやつだった。あんなのと渡り合える、B の。あれ？もう、どうせ何やってもどうもできない。収まりきらなかった ORZ。それから時間が経って、俺も A も B も社会人。ふと思い出したんで、投下しました。ちなみに、理由は B から連絡あったから。結婚した上に子供も生まれて元気にやってるそうです。A に電話してそう言ったら、B が寿命になるまで、あれがおとなしくしててくれたら、それが一番いいよね。と言ってたところからして、A は、B が今もあれを背負ってると確信してるようです。普通の霊と違う、そして人間の、中、にいる、何か、って、何なんでしょうね。いや、井戸の底のミニハウスから来た金属音も気になりますが。どっちでもいいんで、誰か心当たりでもあったら、教えてください。長文すみません。以上です。後からじわじわと怖くなってきたよ。古井戸に祠って嫌なコンボだ。名前の付け様がない正体不明なものは怖いよ。自衛隊。駐屯地の足跡。今から10年前に体験したことを書きます。自衛隊に入隊したばかりの頃で、夏でした。訓練が始まる前日、期待や不安でいっぱいだった私は、なかなか寝つけませんでした。布団のでもんもんとしていた時に、廊下からダダダダダ、と。誰かが走っているような足音がしました。それもすごい勢いでです。私がいた部屋は一番突き当たりで、部屋から廊下出ると横は壁です。その壁に向かって猛ダッシュしているように聞こえるのです。朝になって足音について同じ部屋の人たちに聞いてみたところ、聞こえる人と聞こえない人に分かれてました。その足音は毎晩聞こえてきました。ある日、あまりにもうるさいので耐えきれなくなり、足音がしたのと同時に部屋の扉を開けました。足音の正体を掴んでやろうと思ったのです。誰もいません。足音も消えてました。134の続き。その次の日、防犯庁から夜中に足音が聞こえても無視しろとの通達がありました。何でも以前、私が入隊してない頃、霊の足音を聞いて正体を掴もうと廊下へ出た人がいたそうで、その人は朝になっても部屋に戻らず、どこにもいなかったそうです。警察が来て捜索しても見つからず未だに行方不明。あの時廊下に出てたらと思うと、ガクブルです。駐屯地の横には病院があるのですが、あの廊下の壁の真っ向かいがちょうど遺体安置室だったと後日聞きました。長文すみません。山の民家。霊の類かどうかはわからないけど、俺が10年前に体験した不思議な話を一つ。長文ですまん。とある、地方に仕事で出張していた時の話。仕事柄、現場で打ち合わせをしてその制作品を下請けの工場で作らせて、再度現場に持っていく、または送る、ので、初めての土地に行くことがほとんどだった。そして今回も初めての現場に打ち合わせに行くことになった。その現場はとある山にあるラブホテル町の一つだった。当時まだ若かったので、止まっている車を横目に見ては、人が仕事しているのに昼間っから苦笑、と悪態をつき現場に到着した。当初、打ち合わせなんて半日で終わるだろう、帰り際にしないで美味しいご飯でも食べて帰るか、と安易に考えていた。しかし、それは大きな間違いで、今回の現場は大幅に時間がかかることになった。夜7時を回って、一旦食事を取りに行こうと休憩になった。おのおの別々に食事を取る形になり、車でコンビニか飲食店を探しに出ようと思い車に乗ろうと向かった。車に乗る際、ふとホテルの裏の山肌を見ると、
小高い場所の向こうに民家が数軒立ち並んでいるのが見えた。普段なら気にもめないのだが、その時はなんとなく気になって、下から目を凝らしてその民家を遠目に見据えた。すると、裏手に見えた民家、正確には屋根、はすっと消えてしまった。いや、さらに闇が濃くなって見えなくなったと言った方がいいだろうか。ちょっと驚いたけど、別に見に行く用事もないし、必要性も感じられないから、車を走らせてお店探しに向かった。向かう途中に深い森の向こうに鳥居が見えた。闇が濃くなって見えなくなった家屋による闇に紛れてもはっきり見える鳥居。すでにその時、俺は、もうおかしかったのだろうか。不思議な感覚に陥りながらも、市街地へ向けて走り出したのだった。気がつくと、俺は、病院のベッドに寝ていた。何がなんだかわけがわからなかったのだが、休憩に車を走らせてからすでに2日経っていた。その間、俺は、何をしていたのだろうか。記憶をたどるが、当然出てこない。一緒に打ち合わせに参加したお客さん、仮に T さん、に後で聞いたのだが、T さんが食事を取りに下山しようと車に乗り込むと、駐車場で山肌を見ている俺がいたそうだ。何か様子が変だったので、一緒に食べに行かないか?と声をかけてくれたそうだ。すると、俺は、まっすぐ岩肌を向いたまま、おう、エスパンと大声で言い放ち、車に乗って山を降りる方向とは違う方向へ向かってしまったそうだ。これはやばい。と感じた T さん、一人で追いかけることをせずに、一旦職人の集まる現場へ戻り、数人で俺の走り去った方向へ探しに出たそうだ。そして車で数分行ったところに民家があり、そこの入り口に俺の乗っていた車両車が止まっていたそうだ。結局、俺は、その民家の軒先にうつ伏せに倒れていて、そのまま T さんたちに運ばれて病院に連れて行かれた。長々とすんませんでした。T さんが言うには、その時の俺は、右手に髪の毛を握りしめていて、俺の後ろ髪の下の方がごっそり抜き取られており、血が滴っていたそうだ。今では俺は、何ともなく仕事をしているが、あの場所が何だったのか知りたくもないし、確かめに行きたくもないので考えないことにしている。ただ、俺の頭は今でも坊主狩りだ。深夜のコンビニ、オカルトではないかもしれないけど、土曜日の夜、新しいゲームを買った俺は、夢中になり。日付を超えて明け方の3時過ぎまでゲームにかじりついていた。不意に小腹が空き部屋を見渡したがろくに食い物がない。おとなしく寝れば良いんだが、なぜか腹が減って仕方なくコンビニへ出かけた。路地を抜けるとちょっとした緩い坂の通りがある。ただ大学が近いことあり、週末に通りは夜中は、ドキュンが溜まってから、路地を抜けて考えることにした。通りへ出ると、深夜でもタクシーや酔っ払いなんかが、必ずいるのにその日は酔っ払いどころか、タクシーもいない。時間が時間だしなぁとか思いながらコンビニへ向かうと、コンビニの手前のバス停のベンチに人影が見える。白い上着に白いスカートを履いた女だった。あたりに人影もなくやや不気味だったから足早に横をスルーしようとすると、か細い声で、すいません、今何時ですか?と女が話しかけてきた。割と可愛らしい顔立ちだったが構えたくなくて、丸とき丸丸分ですよ。時間は、はっきり覚えてない。と告げ、コンビニへダッシュ。素早く買い物を済ませ、帰りはさっきと反対側へ渡り帰ることにした。続き、反対側から、女を見るともう姿はなく安心して家に向かうと、坂の上から毛糸なんか変な叫び声がする。目を細めると坂の上から誰かが走り降りてきてる。危ないかもと建物の陰に隠れ通り過ぎるのを待つことにした。だんだん声が大きくなるとともに足跡もはっきりしてくる。
やべえと思い固まってると上半身裸の若い男が俺には気づかず坂を駆け降りていった。一瞬見えたのは男の体に細い線のような傷が何箇所か見えたこと。赤いのが見えたが多分血だと思う。男が走り去り早く家に帰ろうと通りに出ると、今度は坂の上からヒールの足音みたいなのが聞こえてくる。カツーン、カツーンって。アパートヘの路地の曲がり角はもう少し、恥ずかしながらやや腰が抜けたような感じで曲がり角へ急ぐ。坂の上からは白い上着に白いスカートの女だと思う人影が足早に降りてきてる。カツーン、カツーンって音とともに。街灯に映った女の左手がなんか知らんがキラッと光った。そんで俺は、ビビリマ X でここ最近で一番なぐらいのダッシュで家に急いだ。耳の奥にまだヒールの音がこだましながら家のドアを閉め、外を確認しようとスコープで外を見てると、遠くからまたヒールの音が近づいてくり、カツーン、カツーン、カツーン。ドアに背を向け、完全に腰が抜けてうずくまっていると、足音は家の近くまで来て、玄関のあたりを、往復せるそぶりを見せ、じっという声とともにまた離れていった。あれから深夜のコンビニは行ってない。コンビニ行けなくなったぞ。修学旅行の疑問。今からその時の経緯春は、わらこんな感じで土下座させられた、わら。これは、ある日本の高校生が韓国へ修学旅行へ行った時のお話です。こんばんは。初めて書き込みします。私は、高校2年で今日修学旅行から帰ってきました。旅行は韓国に行ってきました。初めての海外旅行で行く前はすごく楽しみだったのですが、なんだかとても嫌な思いをしました。誤解がないようにしておきますが、韓国の人に別に嫌な感情とか持っていません。というより、あまり韓国に興味がなかったのです。だけど韓国行きが決まってから、いろいろ韓国の勉強をしました。だからこそ今回の旅行は残念なことばかりでした。旅行中、大きな体育館みたいなところで元従軍慰安婦の。おばあさんのお話を、聞く機会があったんです。私は、昔日本の軍隊がひどいことをしたからこれは素直に申し訳ないと思います。だからお話も真剣に聞いていました。お話が終わって、信じられないことを私たちは要求されました。司会をしていた男性が、このおばあさんに手をついて謝りましょう、と言ったのです。確かに私たちは日本人だけど、どうして手をついてまで謝らなくちゃいけないんだろう、と、疑問に思っていたら先生方が、それでは、みんな正座して頭を下げて申し訳ありませんと言いましょう、と言い出し、先生が、申し訳ありません。と最初に頭を下げました。突然のことにみんな少し唖然としていると、おい、早くしないか。と先生の怒鳴り声。私のクラスのちょっと態度の悪い男の子たちが、どうして私が土下座しなくてはならないのか。と答えると、体格のいい教師が強引にその生徒を座らせました。その生徒は普段みんなに怖がられている悪い生徒でしたが、この時ばかりはみんなその生徒に同調していました。一番頭のいい男子生徒が普段は先生に口頭へとかしたとこ見たことないのですが、猛烈に先生に抗議しました。それに同調するかのように、私は、しない、やらない、の声が上がり始めもう、周りは騒然としました。そうしたら韓国の関係者の片方が何やら怒り出して先生に怒鳴りつけていました。元慰安婦のおばあさん激しい怒った口調で言っています。それからしばらく先生の謝れというのと一部生徒の拒否で口論した後、先生方が、土下座ではなく座っていてもいいから頭を下げなさい。お前たちは、日本の恥を外国でさらす気か。と言って、結局、私たちは頭を下げさせられ、申し訳ありません、と謝りました。私は、納得がいかない思いでいっぱいでした。確かに私たち日本人の、祖先が過去に韓国の人に苦痛を与えたのかもしれませんが、
その理由で私たちが、土下座をする必要があるのでしょうか？これは修学旅行の第一日目に起こったことで、その後は、もうめちゃくちゃでした。まだまだいっぱい嫌なことがありました。友達の中には先生にキレて、さらに韓国が大嫌いになった人もたくさんいます。こういうこと、謝ること、は普通なのですか？修学旅行から帰ってこのことを父に話したら絶対におかしいと怒っていました。学校に抗議すると言って、いましたが、私は、あまり騒ぎを大きくしてもらいたくないのでやめてもらいましたが、私は、あまり勉強もできなくて学校自体もそれほど偏差値のいい学校ではありませんが、初めて、真剣に日本のこと、日本人であること、韓国のことなど考えました。私は、間違っているのでしょうか？当たり前のことなのでしょうか？広島世羅高校の男女生徒約200名がソウルタップコル公園にて土下座。公園での出来事。多分で、申し訳ないがお付き合いを。ボート内での下町での出来事。俺は、当時外回りの営業をしていた。その日はとても天気が良く、私は、木の陰でサボりがてら涼んでいた。駄菓子屋で買った棒アイスを食べながら遊んでいる子供たちを見ていると、俺は、そこになぜか違和感を感じた。女の子が俺をじっと見つめている。それだけなら公園にいるので、特に大したことではないのだが、その女の子の見た目に違和感を感じた。髪はおかっぱで、ボロボロになったブラウスを着て、モンペのようなものを履いていました。他の子供たちはその女の子を全く見ていないし、気づいていないようなので俺は、その女の子が霊だとすぐに気づいた。しかし、そんな俺の心の動揺にはお構いなく、女の子は俺に近づいてきて、お腹が空いた、と言った。俺は、持っていた食べかけのアイスを渡すと、女の子は嬉しそうにアイスを食べ始めた。俺は、思い切って、お母さんは？と聞くと、家族を置いて、死んだ、と悲しそうな顔で言い、そのまま口を聞かなくなってしまった。それからどれくらい時間が経っただろうか。女の子はアイスを食べ終えると、ありがとう、と、一言だけ言って走って行ってしまった。俺が後を追うとすると、急に風が吹き始めた。そして、女の子は消えてしまった。俺は、何とも言えない気持ちになり、会社へと戻るのだった。俺は、その体験をした日を忘れないように、毎年その公園にアイスを2本持って行き、女の子へのお土産としてベンチ裏にアイスを置いて、一緒に食べるのだ。ノーメイサー。重複すれより天才。携帯からですが透過します。それと、にちゃんは初心者なので不手際があったらすいません M。7、8年前の話です。仲のいい友達と自分を含め4人で旅行にでも行きたいなぁなんて言っていました。その話がトントン拍子で進み次の月に、みんなで日を合わせて3日ほど休みを取っていくことになりました。向かった先はY県にある温泉付きのホテル。見た目はなかなか立派でした。チェックインを済ませ部屋へ。部屋も広く、景色もなかなかのもの。テンションが上がりワイワイ喋っておりました。飯までは時間があったので風呂に入ったり、館内をブラブラしたりして時間を潰して、楽しみの夕食。ビールをガンガン飲みながら楽しい時間を過ごしました。しばらく経ち、仲間の一人が風呂に行きました。そいつはあんまり飲める方ではなかったので、すでに顔は真っ赤です。それで、自分たち三人はまた飲みながら喋っていました。20分くらい経った頃、風呂に行ったやつが戻ってきました。戻ってくるなり、ちょ、わらなんか変なやついる、わら、と笑っています。どれどれと、部屋の扉を静かに開けるとすぐ目の前をそいつが歩いていきました。そいつを言葉で説明するのは難しいのですが、重複すれより天才続き、千と千尋の神隠しに出てきた顔なしっていますよね？それに口を足したような感じのマスクをつけていたんです。ただ頭が妙に大きいんです。
肩幅に近いくらいに、服は女性が着るような赤い服と黒いスカート、タイツを履いていました。なんだよあれ？ってこそこそ話してると、そいつは自分たちの部屋の隣の隣の部屋に入っていきました。部屋に入ったのと同じくらいにエレベーターが開く音がしたので顔を出してみると、さっきのやつと服装は違いますが同じ顔のやつが2体歩いてきました。今度は紺色のコートを羽織っていました。もう1体は覚えていません。怖かったからかな。やべえ。とすぐに顔を引っ込めました。何より歩き方がおかしい。スーッと歩いて片方の肩がガクッと落ちる。そいつら同じ歩き方をしてるんです。さすがに普通じゃないと思いました。風呂に行った友人は笑っていましたが、自分たち三人は恐怖を感じました。それからは、そいつらを忘れるようにはしゃぎまくりました。わら。後日談なんですが、その次の年、厄年だったので厄払いに行きました。その時の四人で、近所の寺に行き厄払いしてもらったのですが、その時に友達が寺の住職に顔なしのことを話しました。すると住職は、ああ、ノーメイサー。か、よし。話してくれてよかった。大丈夫だ、心配しなくていい。と言われました。何ですか？それ？って聞いたんですが、何も話してくれませんでした。それどころか死後の世界や生きる意味など小一時間話されました。わら。話は以上です。自分たちなりに考えたんですが住職が言ってた。ノーメイサー。ってのは、ノーメン様。って言ったんじゃないかと。確かに、今考えるとノーメンにも見えたかもと思います。乱文長文失礼しました。遊びの約束。去年の夏、怖い体験をしたので書かせてもらう。俺は、大学2年で、春休みだから地元に帰ってきてるんだが、地元にいる親友、A とする、の家に遊びに行く約束をしてたんで、夜の2時過ぎに A の家と自転車で向かってた。俺の実家と A の家の間には廃墟となった病院があるんだが、A の家に行くためにはその病院の横を通らなきゃならないんだが、俺が自転車でその病院の横を通ろうとしていると、前から人が歩いてくるんだよ。で、こんな時間に誰だろ。って感じで見てたら、現れたのは A なんだ。あれ？ A じゃん。久しぶり。って声をかけたんだけどスルーされてさ。そのまま目の前を横切って病院の入り口に入っていくんだよ。俺は、慌てて自転車を降りて。おい、どこ行くんだよ。って後を追ったんだけど、入り口より先に進む勇気はなくて、入り口の前でぼんやり立ち尽くしてたんだ。そしたら携帯が鳴り出したんで、ガクガクブルブルしながら呼び出し人を見たら、ええ、嫌な予感を感じつつ、ビクビクしながら着信を取ると、おい、お前今どこにいるんだよ。ええこそ。どこにいるのさ。あ、家に決まってんじゃん。俺の家で遊ぶ約束だろ。え？〇〇病院にいるんじゃねえの？はぁ？なんで俺がそんなとこ行かなくちゃならねえんだよ。いや、だってさっき、そこまで行って気づいた。目の前の入り口の向こう側に、明らかに誰かの気配があることに。そして、扉が鈍い音を立てながら、ゆっくり、ゆっくり、開いて。じゃあ、待ってるからな。そんな A の声が終わらないうちに、俺は、そこから逃げ出した。余談だが、俺は、逃げ出すのに必死になっていて、自転車に乗るのを忘れてた。A には臆病者と爆笑された。その後、警察から発見連絡。盗難届を出してた。があったが、その際警察署に呼ばれて事情聴取もされた。理由は自転車が見つかったのが、病院の内部の、それも病室の一室であり、しかも、当時病院の入り口には、厳重に鍵がかけられていた。からだった。その病院の建物は図書館として再利用されるらしく、俺の自転車はその事前点検の際に見つかったそうだが、おそらく俺は、その図書館を利用することは絶対にないと思う。使用禁止のトイレ。トイレで思い出した。自分が小学生だった頃の話。当時自分が通っていた小学校には、
体育館の男子便所に、使用禁止、という張り紙がしてあった和式トイレがありました。そのトイレの扉に脇で缶抜きのようなものがしてあり、缶抜きを外せば簡単に中に入ることができました。またそのトイレは結構昔からあるようで、その小学校を卒業した中高校生の人たちも知っていました。そんな感じで小学校の七不思議的なものの一つになっていたので、自分らがそのトイレを使ってみよう、ということになり、まず友達の T が缶抜きを外し中に入りました。そこで、すかさず自分らが缶抜きを扉にして T を閉じ込めて、外に出たのです。それから1時間ぐらい放置して、そろそろ T を出すか、わら、ということになり、T の反応を楽しみにしながら男子便所に入ったのですが、中はシーンとしていて誰もいないような雰囲気でした。続き、嫌な予感がした自分らは急いで使用禁止のトイレの扉を開けました。しかし中に T はいませんでした。その男子便所には体育館に抜ける道もありましたので、T はどうにかしてトイレから脱出して体育館に行ったのかと思い、探してましたが結局 T はおらず、家に帰ったのかも、ということになり T の家に寄りましたが、家にも T はおらずその日のうちに教師たちやピータで探してみることになりました。それでもどこに行ったのかわからずとうとう警察が、それから数日後、自分らが閉じ込めたあの使用禁止のトイレから、T が発見されたとの報告がありました。自分らは T に謝りに行こうとしましたがなぜか大人たちは会わせてくれませんでした。その後、T は学校に来なくなり夏休みが終わった頃には転校してしまいました。理由は家庭の都合と聞かされました。ただ中学に上がった頃知ったのですが、あそこの使用禁止トイレは昔いじめられていた子が自殺した場所だったらしく、その子はいつも一人ぼっちで寂しがっていたそうです。以上です。多分&長文すいませんでした。普通にいじめだろうそれは。七不思議みたいなもんってどこの学校にもあるんだな。うちの高校にも廊下の突き当たりにでっかい鏡があった。5人ほど並んでも全身が映るやつ。みんな便利だって言って使ってたけど廊下を歩いていてふとそこを振り返ると自分が赤く映るっていう怖い話あったよ。噂では本来そこは鏡ではなく普通の壁だったみたいでとある事件で赤いシミがついちゃって張り替えたけどそれが浮かんでくる。何度やっても同じだから仕方なく鏡を貼ったということらしい。ちなみに事件の内容については一切わからない。あやふやにしてることでなんか奇妙で面白いんだろうな。一周したら、オカルトってわけじゃないしまとめ下手で少し長ったらしくてすまないんだが、俺が中学生に入学したての頃に両親が共に出張で2週間いなくなるってことになってさ。姉と弟もいたんだけど俺以外はばあちゃんの家に行くことにしたんだけど、テレビゲームとかやりたかったしばあちゃんの家でせずに自分家のでかいテレビで、好き放題やりたかったから俺だけ家に残ったわけ。どうせ徒歩10分くらいっていうすぐ近くにばあちゃん家があったしな。こう話してると、ああ、どうせ一人ぼっちの夜に錯覚で怖いものでも見たんだな。って思うだろうけど、そうじゃなかった。一人ぼっちの寂しさはもちろんあったけどゲームも好き放題できるし、何より勉強しろとか小言がないのがすごい嬉しくてさ。もう反響欄でゲームに没頭したね。休みの日なんてそれこそ起きたら寝るまでゲーム。飯だけはばあちゃん家に行って食ったら速攻帰ってまたゲーム。そんな感じで最初の3、4日間くらいを過ごしてたんだけど、飯食いに行くとばあちゃんにはほどほどにしろと叱られてた。そのうちばあちゃん家に行くのも惜しいほどにゲームに没頭してさ。当時流行ってたドラゴンクエスト3。クリアももう少しだったし、何よりクラスメイトのやつが勇者以外の全魔法を覚えさせたキャラとか作ってて、俺も負けてらんねえ。全魔法覚えてレベル99にするんだ。定期音で、飯もろくに食わずに学校以外の時間はほぼゲームに費やした。それこそ飯を食うのすら忘れて。見かねたばあちゃんが飯持ってきてくれたりしてたけど、それすらあまり手をつけずに没頭したね。
ばあちゃん腰が悪かったし次の日からは姉に飯届けさせてた。姉からも、なんでうちがこんなことせんといけんの。あんたいい加減にしなさいよ。って怒られた。まあ聞く耳持たなかったけどな。そうしてるうちに2週間経って母親が帰ってきた。母親が帰ってきてから俺のしてたことをばあちゃんか姉にでも聞いたのか散々怒られた。最後の数日間は飯届けてもらってたのにそれにすら手をほとんどつけなかったせいで、俺は、ただでさえ貧相な体がさらに貧相になってた。もう骨とかはしかないんじゃないかってくらい。そん時はビーミなんて知られてなかったけど15切ってたと思う。俺もさすがにこれじゃやばいと思って母親も帰ってきたし飯をちゃんと食おうと反省した。が、時すで2時間切れ。ゲーム絶食のおかげで俺の体重がマハ。食欲も出なくて下痢になるし風邪にもなるしですごい衰弱してしまった。一度病院に行って点滴打ってもらってある程度回復したんだが、その頃から横腹が異様に痛むようになった。親に叱られていろいろ慣れてたっていうか、子供心でまた怒られそうだからと思い、言うのが怖くて最初のうちは我慢してた。しかしあまりの激痛で我慢の限界に達して親に言った。横腹が痛いっつって腹見せたらやたらとブツブツができてんの。脇腹から背中の途中にかけて。親はそのブツブツがなんだかわからなかったがとりあえず皮膚科に行こうってことになった。で病院に行ってみてもらった。そこの医者はなんかやぶ医者っぽいじいさんなんだがブツブツ見せた瞬間すごい剣幕で怒られた。俺がというよりも親がだけどさ。お前さなんでこんななるまで放っとった。こやどうまききっちゅうてな。昔はこれが大人回りしたら死ぬって言われてたんぞ。ここまで来とったらえらい激痛やぞ。一回りしたら死ぬって聞いてすごい怖くなったね。どうまききってのは方言らしく正式名称は帯状疱疹だとか。普通老人がかかるような病気で、実際には死ぬってのは嘘だけど、大昔には体力や免疫が低下してる人は一周することもあったらしく、どうやらこの病気のせいではなく衰弱で死ぬ人がいたっていう話らしい。その日から治療薬出されて通院生活。ブツブツはすぐに消えた。これは良かった。だが問題は激痛が治らないこと、薬を飲み続けても治まる気配がない。その医者によれば皮膚はすぐに治るがこの病気の問題は体内の細胞が侵されること。俺の場合は発生してから治療までの時間が長すぎたらしく。2、3ヶ月は痛みが消えない可能性もあると言われた。それからはひたすら激痛に耐える毎日。学校もろくに行けなかった。最初のうちは夜なかなか寝れず、寝れたとしても夢でオロチに胴を締め付けられたりとか、胴を輪切りにされたりする悪夢を見た。1週間ちょっとして痛みも少しずつ収まって2ヶ月のうちには完治してた。それ以来俺は、テレビゲームをほとんどしないようになった。今は暇があれば2ちゃんでいろんなスレ見てたりでまた生活習慣乱れてやばいかなーって危機感が。みんなも遊びはほどほどにな。もちろん仕事とかでも、体調管理はしっかりと。最近生活習慣乱れてて体のどこかが痛みだし、湿疹が出ていたらそれはもしかして、金縛り動画。以前、一度だけどうにも奇妙な体験をしたことがある。金縛りというものは多くの人が経験してると思うが、あれは脳の錯覚で、本当は寝ているだけなのに、起きていると脳が勘違いをしてしまうために、起こる現象なのだと一般的には言われていて、俺も全くそうだと思う。じゃあ、金縛りが起きた時、実際にその様子を他者的視点から見たらどう見えるのか。俺は、そのことに興味が湧き、実際に自分の寝姿をビデオに撮ることにした。寝る前にカメラをセットし、寝てる間に金縛りにあったと思ったら、朝起きてビデオを確認するという段取りだが、そう都合よく金縛りに遭遇することもなく、始めてから2ヶ月くらいは空振りの日々が続いた。
ある日の夜、ついにその時が訪れた。その日は特に疲れたということもなく、今日も空振りだなと特に期待せず眠りについたのだが、眠ってから、感覚的に4時間くらい経って、自分の中では夜中の3時くらいに、金縛り直前特有の嫌な感覚が襲ってきて、直後に意識が覚醒したと思うと同時に体が硬直。ついに来たか、という興奮と、冷静になろうとする感情が入り乱れる。今回の目的は、金縛りになることもそうだが、この状態をいかに長く持続させるかが重要だ。長時間金縛り状態を保たないと、ビデオを見た時に、どこがそれだったのかわからない可能性が高いからだ。俺は、リラックスしすぎないように手や体を動かそうとしながら、やはり動かないな、などと、妙に冷静な状態を保つことができ、金縛りになってから5分くらいは経った感覚があった。この状態を保つのにも疲れてきて、もうそろそろいいだろうということで、最後の仕上げにかかった。今回、金縛りに遭うことの他に、自分の中である計画があった。金縛り中身思いっきり叫んでみたらどうなるか、だ。金縛りの最中、思いっきり叫ぶその様子を外から見たらどう見えるのか、本当に叫んでるのか、それとも叫んだと思っただけで実際には叫んでないのか。それが知りたかったので俺は、金縛りの最後に全身全霊を振り絞って、うおーおーと叫んでみた。確かに自分では叫べたと思った。叫んだと同時に力を使い果たし、意識が遠のいて、気がついたら朝になっていた。その日、妙に体がだるい。あれだけ気力を振り絞ったのだから当然だとも言えるが、本当なら、撮った映像をすぐにでも見たいところだが、とりあえず仕事に出かけ、帰ってきてからビデオを見ることにした。仕事から帰宅し、いよいよ昨日撮ったビデオを見る。楽しみだが、まあおそらくただ自分が寝てる姿が映し出されているだけだろう。叫んだところがどう映ってるのかが気になるところだ。カメラを PC につなぎ、ファイルを確認する。ここでちょっとおかしなことに気づいた。通常、保存された動画は、通し番号、拡張子、となる。フォルダ内には、数日前から消さずに取りためた動画ファイル数個と、昨日撮った動画ファイルだけがあるはずだったが、フォルダ内には、SSGGGGG34 兆、3333億、3333万、3333、B 級免許 SS も P ガンレリミズのようなめちゃめちゃな名前のファイルが30個くらいあった。拡張子もない。ダブルクリックしても当然開けない。ファイルサイズはそれぞれ 3KB 550MB くらいまであったが、試しに動画と同じ拡張子をつけてダブルクリックしてみても再生されない。仕方なくちゃんと、通し番号、拡張子、となってるファイルを開くことにした。通し番号が一番新しいものが昨日撮った映像だろう。更新日時も今朝になっている。再生が始まり、部屋が映し出される。角度的には、ベッドで寝てる俺の足元の斜め上から俯瞰で撮っている形だ。画面の差が一番手前になり、俺の足側、画面の上が一番奥になり俺の頭側ということになる。しばらくは何事も起こらなさそうなので早送りをする。ここであれ、と思った。この動画の総時間が画面の右下に表示されているのだが、4時間ちょっとしかない。寝た時間から考えると、7時間くらいあるはずなのだが、妙に短いのだ。ずっと早送りを続ける。その間、ベッドで寝ている俺は、時折寝返りを打ったり微妙に動いているだけで、何の変化もない。動画の4分の3過ぎたあたり、つまり開始から3時間経ったあたりまで、早送りしたが何の変化もない。しかし、昨日の感覚的に、
この辺りで金縛りにあったんじゃないかと。予想を立てて、この辺りから通常再生にする。動画開始から3時間半を過ぎたあたりで、異常が起こった。先ほどライト変わらぬ寝返りを打とうとした俺が、寝返りを打つちょうど真ん中あたりで画面が固まった。具体的に言うと、右手が空中に浮いた状態で画面がそのままになってしまった。あれ?と思って画面をよく見ると、再生自体は続いている。経過時間を表す数字も、変わらず進み続けている。画面の中の俺だけが、不自然に腕を空中に静止させたまま、一時停止のように動かないのだ。もしかしてこれが金縛りなのか?あまりの予想してなかった展開に心臓がバクバクしている。金縛りとは脳の錯覚ではなかったのか?実際に体が硬直するものだとは思いもしなかったので、どう捉えていいのかわからないまま。動画は再生を続ける。硬直してから3分、画面は変わらないままだ。と思ったが、何かおかしい。この違和感は何なのか?と疑問に感じているうち、はっと気がついた。寝てる俺の足元の布団の中から、何か黒いものが出てきている。あまりにゆっくりとした動きのため気づかなかったのだが、明らかに俺の体じゃないものが俺の足元からなんか出てきている。やがて、何か出てきているそれは黒い部分の他に白い部分も見え始めた。どうやら髪の毛と額のようだ。人の顔。人の顔が、俺の足元の布団から逆さまにゆっくりと出てきている。それに気づいた瞬間、俺は、心臓が飛び出そうになった。もう動画を見るのをやめよう。そう思ったが、なぜか動画を見るのをやめられない。手がガタガタ震えているのに、なぜか動画を見ることをやめてはいけないかのように、停止ボタンをクリックすることができない、体の自由が効かない。起きながらにして金縛りに合っているかのように、ついにその、顔、は、半分近く布団からせり出し、目が完全に見えている。そのよう目は全く正気がないが、カメラ越しにこっちを見てるように見える。そのうち、映像から、ニャンニャンニャン、という金属、バネ、的な音や、ビシッ、バシッ、という破裂音も聞こえ始めた。このまま見続けたらやばい、あの顔が全部出てしまったらやばいと直感でそう感じる。やめてくれ、もう見たくない、やめてくれ。心の中で叫び続ける。動画の再生時間はもう間もなく終わりに近づいている。頼む。このまま全てが見える前に動画が終わってくれ。と念じた次の瞬間、信じられないものが画面に映った。画面の端からぬっと現れた人影が、ビデオのスイッチを押して録画を停止させたのだ。しかし、その画面に映った、録画を停止させた人物は、他ならぬ俺だった。画面に現れた俺は、無表情のままカメラに手を伸ばし、スイッチを押した。それを見た俺は、もはや恐怖と混乱が頂点に達し、そのまま気を失ってしまった。気づいたら、PC デスクに突っ伏したまま朝を迎えていたが、モニター上のフォルダには動画ファイルと謎のファイルがそのまま残っている。夢ではなかったのだ。正直、そのファイルを再生する気には二度となれず、動画を消去した上に、カメラもその後処分してしまったのだが、その日は気分が悪く会社も休んでしまった。あの時俺が見たものは一体何だったのか。録画を停止させたのは、紛れもなく俺だったが、そんな記憶はないし、だとしたら布団で寝てたのは一体誰だったというのか。そしてあの顔は、あれ以来俺は、一度も金縛りに会ってない。よかった。お面。友人が夜道を歩いていた時、お面が落ちていたそうな。縁日とかあったっけと思いながら脇に避けて歩き続けた。だいぶお面に近づいた頃合いで、友人は変なことに気づいた。プラスチックとかでできたパーティー用のお面じゃなくて、妙に生々しい人の顔のお面だった。気味悪いなぁと思いながら足早に横を通り抜けようとしたところ、おこんばんは。
そう声をかけられた。横に振り向いた友人の前にはお面、女性のお面が浮いていた。ただ、そのお面は、まるでラバーマスクを強引に縦引き伸ばしたような、ムンクっぽいでかい顔になっていたそうで。夜道でんなものを見せつけられた友人は悲鳴も上げれずそのまま全力で逃げた。おこんばんは、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 後ろから何度も声が聞こえてきたけど必死で無視したという。やうやくコンビニの明かりが見えたあたりで、しつこく聞こえてきた気味の悪い声も聞こえなくなったそうだ。よく妖怪や幽霊に声をかけられても決して答えてはならず無視しろって言われるけど。この時友人はお面に対して返事してたらどうなってただろうね。お面の正体がわからんのはしよう。申し訳ない。レベル低くて制限多くて申し訳ない。おしまい。